どうもエデポンゲです。よろしくお願いします。5月18日の日曜日、にね、ドラゴンクエストモンスターズ2のコミュニティ戦、エテポンケのね実況収め対戦でね、3時から、7時まで、潜らせていただきましたが、その対戦動画をね、今からアップしていくんですが、まずね、皆さん、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。結局ね、その3時から7時まで、約4時間潜ったんですが、人数で言ったらね、62名の方と戦うことができました。62名。そしてね、その私のその対戦のコミュニティにね、参加してくれたのがね、最終的にね、300人、301だったかな、になってね、その中の、62名と、ちょっとね、これじゃあ申し訳ないと、せっかくね、そんだけ多くのね、人が、潜ってくれてたのに、62名の方しかね、ちょっと戦えなかったっていうのと、ちょっとね、問題が発生しましてね、まず一つが、偽エテポンゲが登場したと。偽エテポンゲがね、どうやら現れていたみたいで、で、やっぱりね、1人1回までの対戦っていうことで、偽エテポンゲと当たってしまった人は、多分もう参加しなかったんじゃないかなと思われます。はい、非常に申し訳ない。そこら辺のね、対策を打っていなかった、私エテポンゲーがちょっと悪いですね。非常に申し訳ない。なのでね、あと1日いや2日間ぐらいちょっとね、もう一度対戦の日にちを設けようと思います。はい、だからまた、そうだな、同日で、立て続けで同じ時間に潜るか、日曜日2週に分けるかは、ちょっとね、エテポンゲの予定で勝手に決めさせていただきますが、とにかくね、あと、もうあと2日間、潜ります。それでね、やっぱみんなと戦いたいんでね、エテポンゲも、今までね、コメントくださった方もね、ずっと見てくれてた方とね、戦ってね、気持ちよく次のゲームのね、実況に行きたいんでね、あと2日間、まあ100人ぐらいかな、100人、120人ぐらい、なんでね、今回、当たった方、今回ね、戦った方はね、できれば、次の、対戦ではちょっと自重していただきたいっていうのが本音です。はい、申し訳ない。できれば自重していただきたい。やっぱりね、すべての人とそうやって戦うっていうのはちょっとどうしても無理だから、ある程度ね、みんなと戦いたいというエテポンゲの意思を汲み取っていただければありがたいです。はい、一応ね、今回も一人一戦でやらせていただきました。告知でもね、上げさせていただいた通り、皆さん一戦ずつありがとうございます。本当、で、全部ね、メモしてますので、メモしてね、今から、どんどんね、後付け実況になりますが、アップしていきます。はい、3人ずつね、3人ずつアップしていきます。まあね、勝率もね、全部メモしながらずっと戦っていました。負け負け、勝ち勝ち、負け負けとか負け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 ばっかりやないか。ね、よし、だから、結局ね、その3時から7時までの最終的なね、順位のところもね、一応出しております。順位もそうだし、7時終わりでね、7時で一応終わりっていうこと。その後もね、ちょっとだけね、なんて言うんだろう、ロスタイム、ロスタイムというかね、7時からちょっとだけ潜りました、エテポンゲ実は。7時から3人、
ロスタイムで戦っております。うん、だからそれぐらいかな。うん、最終的な7時段階での順位ね。あと7時以降のロスタイム、そしてね、二世テポンゲ対策次すると、またね、だから告知動画をもう一度作ってアップしますので、そちらの方で確認の方お願いします。うん、でね、新たに立てて、うん、あと 2,3 日ね。うん、以上です、以上だな。うん、でね、こっからはね、ちょっと後付け実況でね、結構ね、急ぎ目というかね、もう対戦に集中してね、本当は実況しながらね動画撮ろうかなと思ってたんですが、もうより多くの人とね戦いたかったから、もうここは後付け実況でもう本気でいこうと、うん、そういう形でやりました。うん、だからね、ここから対戦アップしていくんですが、解説実況はフォッコ松村さんにお願いしたいと思います。フォッコさん、フォッコさん。本当にまだ今度さ、チェルシー姉妹の妹、うん、とご飯行くんだけど、タケちゃんも行く、行く、うん、言っとくよまた、うん、ね、言っとく。おい、ちょっと待て。おいよ。もう V 回ってんの？おい、V 回ってんの？もう。話が違うんじゃないか。キューくれるって。たけちゃん。たけちゃん、キューくれる言って。どうも。解説は、ポッコ松村でお送りします。では、対戦へどうぞ。どうも、改めまして、フォッコ松村です。世界ランキング1位のフォッコ松村です。よろしく。非常に光栄ですね。こんなエテポンゲ君のね、うん、実況動画の解説を任される、うん、非常に光栄なことだな。しっかり解説実況させていただきますので、よろしくお願いします。まずね、今回は、エテポンゲ君は、キングヒドラとね、マットスミス、この2体でね、潜っていたみたいですね。うん。どうやらね、キングヒドラが、攻撃、うん。そしてマットスミスで状態異常を食らわしていくと。そういう形でやっていたみたいだな。うん、戦力奪えとガンガン行こうぜ。そしてね、このキングヒドラは、一回行動にすることにより、火力を一気に引き上げております。うん。で、ね、特製の、炎ブレスブレイク、メラのコツなどがありますので、煉獄、火炎、メラガイアなどが非常に有効だ。煉獄斬りもそうだな。非常に優秀な攻撃役だな。うん。そしてね、マットスミスのアモン君。うん。こいつで、状態異常を、例えば、息だな。混乱、眠り、毒。うん。どうやらエラーが発生しているようです。エテポンゲ君。準備はしっかりしておかないと。うん。ね。このマットスミスが状態異常する。そして、キングヒドラで仕留める。そういった戦い方が、今回のエテポンゲ君の戦い方だったみたいだな。うん。果たして、うん、偽エテボンゲはどんなね、偽エテボンゲ君がどんなパーティー戦っていたのか、ちょっと興味がありますね。うん。今回当たらなかったんでね、ちょっと残念です。はい。まあ非常に優秀なパーティーだな、これ。うん。優秀なパーティー。こういったタイプはね、世界大会でも、うん、よく見られるタイプだな。うん。戦力奪い。
一匹の大型モンスターで仕留める。うん。非常にスタンダードな、うん。スタンダードなパーティーでありつつ基本のね、基本に忠実なパーティー。うん。みんなね、真似した方がいいな、これは。あえて一回行動にすることにより、火力を引き上げる。うん。それをサポートするのがね、マット・スミス。で、そしてね、マット・スミスには、冥界の霧、いきなり冥界の霧、うん、があるのでね、回復はもう、マット・スミス、ね、キング・ヒドラ、一切備えていません。うん。そしてね、キング・ヒドラは、特性いきなりスカラで守備力を一気に固めると。うん。非常に優秀。まあね、強いて言えば、欠点はね、実はいくつかあるんですよね、このパーティーに。うん。おっと、始まりましたね。うん。まず、最初は、イチさんだな。イチさん。北海道のイチさん。うん。バーサス、エレポン。非常に楽しみな対戦ですね。うん。一応ね、ちょっと、メモを見ながら戦わせていただきます。うん。戦う。私は戦わないよ。そう。まずは最初に、冥界の霧を発動。ね。相手はいきなりバイキルト。うん。タイプ G、キラーマシン2。そして、フェアリードラゴン。で、メタルキング。これはミガメタパか？うん。ミガメタパだな。そしてタイプ G とキラーマシン2で一気に攻めてくるパーティー。うん。そしてフェアリードラゴンで状態異常。もしくはサポート。うん。で、先ほど言った。一つの欠点というのがメタル対策ができていないこと。うん。しかし、キングイドラのね、ドラゴンバーンでテンションを上げて、一気にメタルを叩くことができる。それでメタル対策を補おうと、エテポンゲ君はしたみたいだな。うん。甘い今日、総裁。うん。非常にね、このパーティー、うん、相手のパーティーはね、うん。世界ランキングの大会でもね、本当に、私のね、知人であるね、大村メランコリックとね、ちょっと似てるんだよな、このパーティー。相手のね。うん。大村メランコリックもね、こういう感じのパーティー使ってくるんだね。非常に私はもう慣れっこです、こういうパーティーは。うん。ただ、エテポンゲ君はね、ちょっとね、まだ、慣れてないな、これは。非常に、ちょっと、ポイントで今負けてるし、うん。今、相手に全然分があるな。イッチさんかな、うん。そして、暴走期間がね、非常に、強力。火力がね、普通に攻撃とは全然違う。そして、メタルキングの身代わりとともに、ドラゴンバーン。これでね、メタルキングをね、潰せれば、エテポンゲ君にも勝機はあります。うん。活路は見出せます。はい。しかし、相手の攻撃が、うん、マット・スミスは、非常に脆い。うん。ちょっと特性をね、マット・スミスの特性を、若干考え直した方がいいかもしれないな。これじゃ、世界ランキング、には通用しない。うん。猛毒の息。やはりフェアリードラゴンでね、一気に畳みかけてくるな。状態異常ね。しかし、状態異常特性はね、キングヒドラ、非常に、無効ってわけじゃないけどね、非常に高い、うん。高いね、半減だとか、うん。ぐらいまで、おほう。さすがタイプ G といったところだ。非常に大村メランコリックのタイプ G によく似てるな。うん。思い出させられるぜ。あの戦いを、私と大村メランコリックの戦い。あの85ターンにも及ぶ戦い。あいつは強かったな。大村メランコリックの最大だな、これは。ああ、ここでね、行動停止、キングヒドラ、そして、ハックもされ、もうここは勝ち筋がなくなりましたね、完全に。エテポンゲ君。ここは、サレンダーするのも、時として勇気も大事だからな。サレンダーする勇気。しかし、エテポンゲ君は諦めない。うん。ね。何があろうと、諦めることはありません。それが、実況者ということです。勝負あり！これは致し方ないな。うん。あのパーティーは、非常によくできている。うん。非常に、バランスのいいパーティー。うん。イチさん、対戦ありがとうございました。非常にいいパーティーだな。うん。ほんと。
で、みんなも知ってる通り、大村メランコリックもね、本当にメタルキングを使わせたら、本当右に出るやつはいないから、うん。そういう面でね、うん、1さん非常にいい戦い方でしたね。うん。バランスの取れた。フェアリードラゴンがね、意外とみんな使ってるからな。次、2戦目、ゼノンさん。うん。ゼノンさん。三重県のゼノンさん。うん。これはグランエスタークだな。うん、ね。ゼノンさん。うんうんうん。なるほど、グランエスタック。こいつもまたね、うん。この4枠と3枠っていうのはね、非常に全然違う。うん。大きさがね、一つ違うだけでも、全然違う。うん。もう別も。もう、キングヒドラが可愛く見えてくるな。エテポンギ君のパーティーで一番厄介、うん。厄介な敵なのが、この G 級サイズのモンスター。うん。この、ね、グランエスターク。あ、もうちっちゃいな。キングヒドラが非常に小さく見える。うん。まあね、だがしかし、キングヒドラ、いきなりスカラで、ね、防御力を高め、耐えることができる。しかし、マット・スミスがね、早くも脱落。うん。しかも、マット・スミスの状態異常は多分ね、グランエスタークには通用しない。うん。だからサポートはさ、味方を強化する技も入れておくべきだったんじゃないかな。うん、そして、いい近い行動だから、非常に火力はでかい。うん。しかし、ヒートアップ。これがまずかった。このヒートアップ、非常にまずい。うん。グランエスタークのヒートアップはね、もう、エテさん頑張れ。エテさん頑張れ。グランエスタークの名前。うん。そこで、ここでアタックカンター。非常に賢い。非常に賢いね、このアタックカンターは。この賢さは本当に、この賢さは本当、もう世界ランキングでも有名なあの、ね、ランキング8位の切っ先の蔵元にね、非常に似ている、この賢いところ。切っ先の蔵元も非常に賢いやつでね、うん。本当。いや、もう、切っ先の蔵元以上だな、この賢さは。うん、あのアタックカンター、ヒートアップ。もう、ここから、どう、切り返していくか。まあね、通常攻撃、煉獄斬りはもう打てない。そうなると、メラガイア。うん。でね、ドラゴンバーンで一応テンション上がっていると。うん。なので、ある程度のダメージは、与えることができるが、素早さで負けている分ね。うん。やはり、強烈。だな、うん。だからマット・スミスのね、ここでの会心も非常に痛い。これでもう、詰まれましたね。会心さえなければ、ワンチャンあったかもしれない。うん。会心さえなければ、うん。会心も時として戦略。みんな覚えておいてね。会心も時として戦略。エテボンゲ君、2敗。ゼノンさん対戦ありがとうございました。うん。ねえ。いきなりね、2連敗。みんな強えよ。みんな。皆さん非常にお強いですね。うん。まあ、私と戦ったフォッコ松村は、フォッコ松村は、ですよ。うん。よし。はい、続きまして、小生さん。うん。三人目、茨城の小生さん。うん。このパーティーも非常に、非常に素晴らしいパーティー。うん。ブオンジュニアね。うん。で、この対戦でね、うん。最初、ちょっとね、びっくりしたところが、やっぱりね、ブオンジュニアだとか、スピードが遅いモンスター、うん。が、こう、集められている場合、非常に警戒するのが、やはりこのリバース。うん。リバパ？うん。リバパからのラウンドゼロなど、うん。非常にね、いっぱいいろんな戦略、やり方があるんですが、ここはね、うん。どういう立ち回りをするか、うん。このね、リバパに勝ったことがないんだよな。うん。エテポンゲ君はリバパ非常に苦手、うん。完封されることもね、ただあったみたいだな。うん。悩んでたな、エテポンゲ君。
しかし、ここでこの高火力が一番最初に撃てたこと、これがもうこの対戦の鍵、そしてこのマット・スミスの状態異常の乱舞、状態異常乱舞、惑いの息。ここで悪魔を止めれたこと、非常にここが大きい。うん。非常に大きい。うん。ね。そう、あとは冥界の霧も使ってるので回復はさせません。うん。で、このパーティーでね、一つ言えることはやはり、その世界ランキング42位のスパンコール大西のね、うん、パーティーと非常に似ている。うん。うん。あのね、ムードメーカーのスパンコール大西。うん、みんな知ってると思うけどね。うん。あいつ面白いやつだね。うん。そしてここの雄たけびがね、聞かなかったこと。これもエテポンゲ君の、ね、エテポンゲ君が救われた、ね、ところでもありましたね、今のところ。で、ここで、またしても先手を打てる。もう、結構ね、結構これ、際どい戦いだった。うん。これは際どい戦いです。どっちに転ぶか、うん。勝利の女神はどちらに微笑むか。実況、解説っぽいね。うん。鬼コンボもね、鬼コンボ非常に優秀だからな。しかしもう鬼コンボは執念なんで、あとは朽ち果てるだけ。ここでね、もうキングヒドラの残りヒットポイントも赤ゲージになり、あと2体相手にするわけ。ここで魔人斬りが飛んでくる。ここで食らっていたらもう積んでいましたね。確実に。下手し、魔人斬りじゃなく、岩石落とし、もしくはまた違う技を繰り出していたら、ワンチャンあったな。そして、このとどめのハイテンション。これで、勝負あり。勝ち。ね。うん。執念の場合は、こちらが勝つ。そうなんだ。知らんかった。はい。ね、翔仙さん、うん、対戦ありがとうございました。これでね、エテポンゲ、とりあえず一勝、うん。エテポンゲ君一勝2敗。うん。非常にみんな強い、うん。はい、では、次のパートで、またお会いしましょう。